皆さんこんにちは、マネグルビジネスです。では今回は大戦略鋼鉄の防戦プレイ日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回、前々回からですね、アメリカ本土攻撃ということで西海岸に上陸作戦仕掛けているんですけども、これかなり苦戦しています。で、その苦戦している状況の中、敵の司令部に奇襲攻撃を仕掛けているという状況で、今回の目標はこちらになります。ただリハーサルではここの攻略できませんでした。硬すぎる。ので、なんとかここをですね、攻略できるように、より工夫を持って、やっていきたいな、というふうに思ってますので、ぜひ皆さんの応援、頂戴できれば嬉しいかな、というふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。戦闘する上で重要になってくるのが、いかに航空戦力をですね、温存した状態で敵の司令部近くまで持っていけるかっていうところになってくるので、しっかり航空戦力を温存しながらですね、敵に近づいていきたいかなというふうに思います。駆逐艦が撃沈されてましたね。あとは観光艦爆、冷戦。この辺りの航空戦力ですね。これ、できるだけ空母にしっかり収容して、回復させながら、戦っていくっていうね、そういう道を歩んでいきたいですよね。リハーサルの時はですね、もう味方の防衛、戦力、の方が先に尽きてしまって、敵に司令部を逆に落とされてしまうっていう状態になりました。こちらも司令部に対して攻撃は仕掛けていた状態なんですけども、その司令部への攻撃の、打ち合いの中、打ち負けたという形で、先に司令部を落とされて敗戦になっているので、そこの反省点を生かすためにもですね、しっかり、充実した航空戦力で敵の司令部に攻撃を先に仕掛けるっていうね、これを図っていきたいと思います。という話の中ですが、味方の司令部近くに敵の大部隊が今迫ってきている様子、この戦闘経過からもわかりますよね。では、こちらは、そうだな。冷戦を出しながら、敵の位置を探っていきましょうか。敵の戦艦がいますね、ここにね。アイオワ型、あとはノースカロライナ級ですね。これ2隻とも撃沈しましょう。金剛から主砲。さらに、長門からも主砲ですね。長門はね、ヤマトや武蔵が、就航するまでの間、連合艦隊の旗艦を務めた、そういう戦艦ですからね。しっかりと、ここは、火力発揮してくれましたね。ここにライトニングがいるのか、観光、救急の艦爆。艦爆は抜けられるな。抜けられるんだったらもう抜けていきます。ちょっとでも多くの戦力を先ほど話した通り、前線に送り込みたいので。あとはそうだな、ここで生産、まだお金にちょっとでも余裕があるうちに、降車砲を作っておいて、なんとか、敵に備えるというと、手ですよね。ちょっとそういう戦略考えましょうか。降車砲を使って、敵の航空戦力を潰していくっていうね。そういう作戦に切り替えていきましょう。さらに戦艦発見してますね。アイオワ型と、あとは、ここに旧式戦艦いますので、これ両方とも撃沈します。安全を確保した上でやっぱり進んでいきたいですからね。ヤマトや、ナガト、戦艦部隊ね、いわゆる。ですね、敵の司令部に対して攻撃実はほとんど通らないです。艦砲射撃撃っても。ですが、逆にですね、敵の、対空砲ですね。これに対してはすごく有効だったので、うまくその対空砲を潰す役割を担ってもらいたいなと思うので、
そのためにも敵の、まあ、近くにまで寄ってってもらう必要がある戦艦部隊、ヤマト、ナガト、金剛に関しては、まあ、しっかりと温存策というもので、取っていきたいというふうに思ってます。あとはしっかりと、潰していきましょう。敵の戦艦残っていたものですね。これはヤマトとの主砲の撃ち合い。まあ、具体的には反撃になりますけども、これで撃沈今できたのがログから確認できました。なので、まあ、空母を含む機動部隊、それにヤマト、ナガト、コンゴ、この戦艦部隊、北上を再開していきます。では、レーダーを破壊しながら進んでいきます。まあ、冷戦は終了しましょう。まあ本来冷戦を前に出して、まあしっかり偵察しながら進むのがセオリーだとは思うんですけども、まあ現状ですね、それをやっていると航空戦力が敵基地にたどり着く前に完全にすり減り切ってしまうので、まあそうならないために偵察は駆逐艦に行わせて、代わりに冷戦や、まあ艦爆といった航空戦力ですね、それに関しては温存という形を取りたいと思います。で、味方の司令部近くなんですけども、敵の大軍が、まあ、案の定というか、これまで通りというか、押し寄せてきてますので、まあ、これに対するアンチの動きもしっかり行っていかなければいけないというのは変わらずというところですね。では、あえて空母から、艦載機は出さずに、このまま、静かに、北上を進めます。この場合敵の航空機の動きどうなるんでしょうね。全く予測がつかないですが。さあ、日本軍初の装甲空母と言われた大砲なんですけども、敵に囲まれてしまいましたね。いや、これを突破するのは難しそうだな。まあ、これが突破できないともなるとですね。まあ、ちょっとまた打つ手が。少しずつ、なくなっても来ようかというところになってしまうんですけども、どうするのが正解かな。この大砲にはですね、まあ、艦載機としては、艦攻と冷戦が、まあ、それぞれ1機と2機入ってるので、これは使わない手はないんですよね。なので、できれば使いたいって考えると、ここ突破してあげたいんですが、ライトニングが、守りについてるんだな。ライトニングはもうちょっと今の日本軍の戦闘機では、まあ正直言って歯が立たないところになってるので、さらにムスタングもいるっていう状況ですからね。まあ下手に被害が広がるぐらいだったら、耐えた方がマシなんじゃないの、そのままいた方がマシなんじゃないのっていう感じもまああるので、ちょっと手を出さずに様子を見ましょうか。艦隊の方ですけども、敵の襲撃がありますが、このまま北上は進めます。敵の司令部が見えてきたところで、艦砲射撃の準備に入っていきましょう。敵の沿岸砲台に昇格が捕まってますね。昇格は少し離れて艦載機出すことに専念します。敵のレーダーを破壊して、もっともっと近づいていきたいので、ギリギリ近づけるところまで戦艦部隊はこのまま近づいていきます。で、狙うは敵の高射砲だったり陸上部隊だったり、まあそういうところをね、ピンポイントで狙い撃ちにしていきたいと思います。では、敵の高射砲から潰していきます。高射砲がなくなれば、多少なりとも戦いやすくはなる部分ありますので、特に航空機がね、被害が低く抑えられるというところ出てくると思いますので、ここは思い切って進めていきましょう。
で、航空隊を出すかどうかですが、どうだろう。出せるものから、まあ出していきたいかな。ちょっとただ、動けそうにないので、まあダメージが出るのを覚悟の上で、空母を横に展開しましょう。まあ空母が沈められない程度にという、まあ前提はもちろんありますが、次のターンで確実に航空隊を全機発艦できるようにという体制を整えていきましょう。で、防衛の方ですけど、ご覧のような状態ですね。苦しくなってきてます。では、出していきましょう。艦爆から出します。まあ、比較的元気な艦爆から攻撃を行っていきましょう。敵の司令部にどんだけダメージが取るか。今のダメージで敵の司令部に対して2減らしたっていう状態ですね。ここにも交射砲ありますので、この交射砲は撃ち抜いていきましょう。本当だったらね、艦砲射撃で敵の司令部に大ダメージが取れるよってなると、まあすごくまあいいんでしょうけど、残念ながらこのゲームは艦砲射撃ではほとんど敵の司令部にダメージが通らない使用法なのか何なのかあるので、まあ、無駄に攻撃をするぐらいだったら確実に敵の陸上部隊にダメージを通してですね、まあ、その中で、敵の航空機が、まあ、入り込む余地というものを作っていく方が現実的かなというふうには思っています。放射砲に攻撃をかけて潰せない。これが現状の冷戦の力なんですよね。なんとか爆弾でさらにダメージ取っていきたいところですね。7。敵の司令部が7です。まだ7。もうちょっとダメージ効率よく通したいところなんですけどね。なかなかそう簡単には通っていかないですよね。6。味方の戦力的にはどうなんだろう。ちょっとだいぶ厳しくはなってきてるけど、元気な冷戦がいるんだったら元気な冷戦はこの後ちゃんと使いたいので一度収容しましょう。そして味方の司令部近辺なんですけども、こっちはかなり厳しい戦いになってきているので耐える戦いになりますね。さあ勝負をかけていきたいところなんですけども、敵もちゃんと囲んできて発進できないように封鎖されてます。いや、これは残念だなぁ。なんとかここで決め切りたい、そういう思い強かったんですけどね。敵の司令部に直接攻撃を仕掛ける。まあ、艦爆艦攻がちょっと今出せなくなってますね。本当に頭がいいですね、ここの AI は。なんか普通のね、ゲームの AI だと、ちょっと間抜けな AI が多かったりする傾向があると思うんですけど、ここは本当に賢い。しっかりした AI になってるようで、なかなかちょっとこの絶好の好機というものを活かせそうにないですね。まあ、とはいえ、しっかり攻撃は、ちょっとずつでもしていきましょう。反撃でやられていく冷戦も多いですが、ここはどうしても決めたい、ちょっとでも減らしたいところなので、まあちょっとあまり通らないよって話はしたばかりなんですけど、それでももう攻撃する術がないので艦砲射撃も入れていきましょう。戦艦を一撃死させることができるヤマトの手法、これでも敵の司令部に対しては残念ながらほとんど通らないんですよね。コンゴが2通してくれて、あと敵の司令部3。いや、1個も通らなかった。こういうところだよ。なんとかもう一撃
加えることができれば、あるいはっていうところなんですけどね。なんとか敵の包囲網を突破することができたので、ここから再び航空機による攻撃を仕掛けていきましょう。敵の中央司令部5まで回復されてますが、4。赤木が危ないぞ。赤木が撃沈されてしまう可能性がある。が、ここで赤木を、撤収させるしかないか。残念だな。いやー、どうだろうな。あと4。まあ、ここはまた艦砲射撃であまり通らないよって話したばかりですけど、艦砲射撃にかけるしかないですね。残り4。通ってくれ。0。0ですね。通ったダメージが0です。今後は、さっき2通してくれてるので、1でもいい。1通りました。そして、我らが、ヤマト。ヤマトがね、もうここ決めてほしいですけどね。決めた！ヤマトが決めました。ようやくヤマトが決めてくれた。これで、2つ目の敵司令部撃破できました。本当に危ないギリギリの綱渡りの戦いですけどね。少しは光明が見えてくるやもしれないというところですが、それでもまだ敵多いですよね。では、機動部隊急いで戻しましょう。今度は味方の司令部が落とされても、はい、なんとか戻って、これを救っていかなければいけないので、戻します。で、敵の最後の拠点なんですけど、今度は沿岸ではなくて内陸部に設置されているここになります。ここです。なので、今までのように、機動部隊を使って奇襲攻撃というのができなくなっているので、まあ、体制をしっかり立て直してですね、攻略を行っていきたいと思います。が、その模様は次回お届けしていきたいと思います。